津波湖花坂スカイによります、南城市メインゲート花いっぱい観察修復事業についてのプレゼンテーションに入ります。では、津波湖花坂スカイの皆さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。会場の皆さんもこんにちは。津波湖花坂スカイの事務局長、高市と言います。座って説明させてくださいね。はい、よろしくお願いします。皆さん、見え忘れくれ29年度に待望の 南城市の総合庁舎が完成します。まあ、29年度12月頃だろうと言われております。立派な庁舎ができるということは、これは南城市民にとって本当に喜ばしいことであります。ところが周辺のですね、これ環境整備もですね、もう27年度から取り組まなければいけないと思っております。それで実は、これは南城市の課題じゃないかなと思っております。実は、与那原から、南城市に入る場合ですね、新しい庁舎に向かうルートというのは国道331号と、これですね、国道331号とそれから137号線、この2つのルートを用いて南城市庁舎に行くということであります。ですからそこをですね、草ぼうぼうしたらいけないんですね。これを津波湖花坂スカイがですね、取り組んで立派にしようと思っております。そして、まあ、目的というのは、まあ、先ほど言った通りなんですが、津波湖を花いっぱいすることによって南城市の全体のイメージですね、花の町であるということをですね、まあ、作るということであります。そしてまた会員には自信を持たすということであります。南城市の町づくりに参画しているというこういった意識を、醸成することで、まあ、自信をつけさせる、こういった2つの狙いがあります。そして、まあ、事業内容というのは、これはもう先進調査とか学習会というのは絶対やらんといかんです。これはお互い仲間のテンションをですね、意識を高めるためにやらんといかんと思っております。それから初年度は県道137号津波湖交差点から馬天小学校前のですね、この植樹帯をですね、花壇に変えます。この事業を採用して、そして、まずはもう紫元で今ある雑草をですね、駆逐しなければいけません。で、紫元だけでもダメなんです。これはまたところどころにはやっぱり、神田の花を植えてですね、そこでアクセントをつけたい、コントラストをつけたいと思っております。そしていずれはまた国道331号沿い、まあ、既存の花壇があるんですが、これも含めて今津波湖のまた国道馬天王道でっていうのが、歩道が整備されます。そこにも新規のですね、花壇を整備して、四季折々の花を、植えていきたいと思います。この道道を通って南城市庁舎に行くということをイメージしてくださいね、皆さん。これが今南城市のメインゲートです。津波湖花坂スカイもこっちだけ今大切にしておりまして、四季折々のですね、実は花が咲いています。そして緑の線というのが、実は右側が馬天小学校に行く137号線です。こっちをきれいにしていきません。それからこの真ん中の馬天王道路というのが今、国道整備中でですね、こっちも歩道大きくなりますんで、そこに花壇を整備して南城市の庁舎に行くということですね。こっちも今津波湖交差点、南城市で今一番きれいなところじゃないかなと思っております。ところがもう花も終わりが来て、次はまた昭和シャーマン村に向けてですね、花植えが9月頃からまた始まります。これも同じ津波湖交差点、こういう感じで、花を咲かしております。ですから、何もやってなくてですね、津波湖花咲かす会というのはこういう感じで地道なことをやっております。これを広げようということであります。実はこれ津波湖交差点が馬天小学校向けの県道の1372の実態が、植樹帯が、もう雑草が生えているということです。こういう感じで雑草だらけですね。そしてもう毎年、年中行事のことも草刈り作業ばっかりやっております。また草刈りても伸びるんですよ、皆さん、草っていうのは。ですから雑草をこれ駆逐しなくちゃいけないんですよね。こういう感じですね。 今のこれ実態です。和天小学校の通りのこういう感じで、
まあ、草刈りばっかりしてやってる。これが実態であります。これを実は先進事例ということで、今早川町元地区で花いっぱいプロジェクトということで、あの成功事例がありますんで、この元部地区にも負けないようなですね、立派なあのこの美観をですねやりたいと思っております。まあ、これは早川元部地区なんですが、紫本がありますね、これね、それから神奈の花があります。もうこれ雑草が絶対生えないんですよ、こういう一面に、紫本がですね表面を覆えば。これはもう神奈の花なんですが、これが紫本なんですよ。これはどんどん広がっていくんですよ。そして高瀬にはいかないんですよ。ですからあのずっと、放り出してもいいんですよ。これ剪定はあまり必要ない。これが一面を覆って雑草を駆逐するということになります。こういう感じで どんどん広がっております。そしてこっちにカンナを植えるということですね。紫表だけでも3兆になりますので、そういうことで、まあ、工夫したいと思っております。綺麗ですよね、皆さんこれ見て。草刈りって何やすですよ。こっちは花の手入れだけやれば、もうあのカンナの花があって、これ、単年草、一年草じゃなくてもう多年草ですから、1回植えればあとはもう剪定とか整理だけですよね。それから紫表もそうですし、ですからもう草刈り作業がなくなるということになります。こういう感じするんです。このあの馬天小学校、通りもですね、こういう感じで。そしてこれはもう、まあ、地域づくりということなんですが、今米原町からどれか南城市に入ったらこの羽いっぱいの町をですね、作る。これは津波港がもう入り口ですから、まずはこっちを花いっぱいしないとですね、南城市には展開しないと思っております。ツアー校で成功すれば、またこれが各自治会にですねやれば、南城市は観光振興を図ってますので、花いっぱいのですね南城市を作れば、人の流れがですねどんどん西海岸から、まあ、東海岸に来るんじゃないかなと思っております。そして、まあ、2番目はやっぱり人づくりですよ。ただ人間はただボランティアだけじゃなくて、ボランティアやることによって人間自身つけさせるんです。これがまた人づくりなんです。そういうことでいつも南城市を意識したですね、南城市民づくり、市民人づくりをですね、さあお花咲かす会がですね見本をですね、まあ、見せたいと思っております。まあ、こういったらまあ事業効果があるということであります。それから、まあ、ある通り、継続はできるのかなんですが、今、小さな実績を実は津和湖花咲かす会も、まあ、津和湖交差点しかりなんですが、それから、集落会内にも一箇所花壇を置いてですね、どんどん、こういった実績を作ることによって実は賛同者も増えております。12名のスタートが今20名ぐらいになって、どんどん人間が増えると思います。そして、またこういう賛同者が増えてもですね、また事業もやりやすくなって、南城市が良くなることで、まあ、事業が継続できることと、この国道331号というのはこれは馬天大通りと言っているんですが、この景観整備というのはですね、まあ、1年2年ではできるものではないものですから、これはもう永遠にある意味では課題としてですね、目標を持ちながらこの整備に取り掛かりたい。この整備が、終わって初めて南城市庁舎も生きるだろうし、南城市全体のこの、花の町南城市の、確立ができるだろうと思っております。それから、平成27年、まあ、1月21日に我が津和湖花咲かす会ができたんですが、当初のメンバーというのはこう11名だったんですが、まあ、先ほど言った通りなんですが、今は21名のメンバーです。ですからこの県道1375の整備にあたっては、まあ、20名を基本にしてですね、またどんどん賛同者が増えていって、これが成功すればまたどんどん仲間が増えていくだろうと思っております。仲間を増やすことによって、みんな南城市民他力本願でいけないんですよ。これみんなが自力
でもってですね、町づくりをしようというこういう気概というのをですね、作らなくちゃいけないと思っております。本当にボリュームがない、発表になったんですが、とにかく、29年度に、南城市の総合庁舎ができるわけですから、もう今から周辺の、環境整備、取り組まなければいけないということですね。そしてもう一点は、このじゃあ南城市の入り口はどこなのかといったら、この総合庁舎ができた暁にはもうメインゲートというのはこれ津波湖になります。津波湖が身を見せて、そしてどんどん、花の町南城市をですね、展開していきます。皆さんのお力を貸してください。以上であります。どうもありがとうございました。津波湖花咲かす会の、高橋さん、どうもありがとうございました。それではこれから質疑応答に行かせていただきます。何か質問等がありましたら、それではお願いします。はい、どうぞ。結構広い範囲で花を植えられていらっしゃるじゃないですか。それの水やりなどは誰が行うんですか。ビンクジラ、すいませんね。植えた後の水やりとかの管理はどなたがやるんですか。じゃあ今現在というのは今津波湖交差点と、それからもう一部馬天荒の入り口に今2つの津波湖花咲かす会がやっているんですが、今馬天荒交差点はですね、実はこれは隣に事業所がありまして、そこにの水道を借りてですね、これはカールバンクでですね、水かけやっております。そしてあと1点の馬天荒近くの花壇というのは、この近くの人がですね、水かけやっております。ですから花壇というのはですね、花を植えるんですが、雨が適当に降ればいいんですが、やっぱり干ばつが長くすると、これはやっぱり水かけが必要になります。これは近くの人にお願いする、こういう体制をですね、しっかり作らないと、こういう花一遍運動というのは成功しません。そして先ほどの県道137号線の話なんですが、紫おもととかカンナっていうのはですね、実はもう活着すれば水かけはいりません。この植物は適当に雨降ればですね、もうずっとどんどん自生していく、そういうのを選定してあります。はい、以上です。ありがとうございました。はい、他に何かありますでしょうか。どうぞ。台風時は被害が大きいと思いますが、どうやって花を守るんですか。これは自分たちだけの課題じゃなくて、もう花いっぱい取り組んでいる人たちの課題であります。ですから一年草というもう花というのは、台風が来たらもうおしまいと思った方がいいです。またも植え替えしないといけません。これもこれは宿命です。これですから、ああいったカズナとか紫を持つっていうのは、いくら台風が来てるんですね、根っこはできてるもんですから、根っこは生きてるから、また台風はどんどん、伸びる、そういうのをもう選定してあります。小中学生は参加できないですか。苗植え作業とか。はい、これはもう津波湖花咲かす会が指導はするんですが、これはもうみんな募ってですね、苗植えとやります。 もちろん小中学生参加するのはもう大歓迎です。これはもう人海戦術するしかこういうのはできませんから、そこには年齢何歳以上とかこういうのはありません。南城市民であればもう誰でも、はい、ボランティアで皆さんお願いしたいと思います。会員は10代から20代の人はいますか。今のところ会員は10代20代はいません。これからの話です。これは給与は何もしませんけども、はい、どんどん入れた人がいればどんどん、増やすっていう、そういう組織です。
トとかパンナっていう花を植えたら、一度植えればあとは育つだけなんですか？もうですから先ほど言った通り、もう剪定の話になります。もうこれ一面に紫元が入れば、そこから雑草がもう生えないんですよ。これ密集するものですから。それからもうカンナの花だってあれ多年草じゃないですか。球根植物ですよ。台風で上はやられても、こっちをまた剪定して切り落とせばまた入るっていうのがカンナの花であります。じゃあ枯れるっていうこともないんですか？枯れませんよ、これ。はい、適当に肥料を与えればですね、大丈夫ですよ。この授業でお金をいただいて、この金で花買って、これを植えれば、後日の花代もかからないということですか？そういうことですね。例えば、イメージ、県道1375線に、紫芋元が植えたのがどんどん広がっていって、そして随所に用紙用紙にこう仮にカンナを植えたらですね、あとはもう浸食とかこういうのはしなくて、みんなが剪定するのだけですから、苗代っていうのもないですよ、一回やれば。はい、ありがとうございます。はい、では質疑応答の時間、5分間終了いたしましたので、これをもちまして、津波湖花咲かす会の皆さんによるプレゼンテーションを終わります。どうもありがとうございました。